What's up, guys? Kyle here from We Are Woot. Starting the DLC 1 for Fatal Bullet. And I figured make a quick video on it for you guys. マスターは私から無夫婦な男情報とかドキドキの怪談とかを聞いたことはありますか？よかった、マスターはいつも通りなのです。それが…いやあ、アバシス、昨日は助かったよ。キリットさん、あら、忘れちゃった？古い隠しダンジョンの情報を教えてくれたじゃない。そうそう、無夫婦なお得情報なのですなんていきなり手を握ってきたから驚いたわ。手強いエネミーだったけど、それに見合うだけのレアアイテムがたくさん手に入ったよ。ありがとな。私が隠しダンジョンの情報を…あ、そういえば昨日の服はどこで手に入れたの？いつもとイメージが違っててびっくりしちゃった。似合ってたけど。確かに見たことない色だったわ。新しい服を買ってもらったの？あの私昨日は皆さんに会ってないのです。え？でも昨日確かに…本当に違うのか、アファシス。何か知らないか。マスター、皆さん聞いてください。最近みんなが君を見かけたとか君から情報をもらったとか言うのですが、それは私じゃないのです。変なのです。本人に身に覚えがないとすると、もしかしてあれはアファシスのそっくりさんだったのか。そんな噂は聞いたことないわ。レイちゃんそっくりのタイプ X ってどういうこと？そういうのがいるかもしれないって話。アファシスマニアのチェリスカが知らないなら可能性は薄いかしら。マニアかどうかはわからないけど、タイプ X の情報にはいつも気を配ってるわよ。でもそういう話を聞いたことはないわ。もし私の知らないタイプ X がいるとしたら、かなり悔しいわね。ゼリスカさん、本当にアファシス好きですよね。そうだ、アファシスって言えば、最近妙な噂を聞いたんだっけ。妙な噂？アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。タイプ X ではないみたいなんだけど。そんなイベント聞いてな。ああ、いえ、それは確かに妙な話ね。アファシスってサポート AI でしょ？私たちの味方じゃなかったの？設定から考えると可能性はあります。ユイちゃん、何か知ってるの？はい、ママ。私から簡単にご説明しますね。アファシスさんたちはもともと SBC フリューゲルの技術で生み出されたアンドロイドなんです。フリューゲル？ああ、確かにフリューゲル関連のクエストにはアファシスが必要だな。はい、さらにフリューゲルとグロッケンは過去に敵対関係だったという設定があります。ですからアファシスさんたちがエネミーとして登場することに矛盾はありません。本来であれば。何か気になることがあるの？仮にアファシスさんたちのエネミーが登場するクエストがあるとして、今の時点で公式アナウンスがない点が気になります。フリューゲル関連イベントの伏線って可能性もあるんじゃないかな。つま
りどういうことなのでしょうか。アファシスが敵でエネミーになるのなら、私もう皆さんと仲良くできないのでしょうか。大丈夫よレイちゃん、もうずっと昔の話だから私たちが争う必要はないのよ。そうなのですか。今は大丈夫なんですね。宇宙に逃げていた人々が地球に戻ってきた頃の話だもの。 SBC グロッケンと同じ頃に SBC フリューゲルという船も戻ってきたんだけど、この2つの船はもともと違う国から来ていて取り合いが悪かったので、せっかく地球に帰ってきたのに戦争を始めて、結果フリューゲルは滅びてしまったというわけ。そんな設定があったのか。フリューゲルは高いアンドロイド技術も持っていたんですよパパ。フリューゲルと共にその技術は失われていましたが、最近ようやく発見され、私たちはアファシスさんと会えるようになったというわけです。そうだったのですか。確かにずいぶん長い間眠っていたような気がするのです。今私たちと一緒にいてくれるアファシスちゃんたちはグロッケンの技術じゃ作れないフリューゲルの遺産なのよ。つまりアファシスはこの世界での実獣と似たようなものなのね。あれも今の技術じゃ作れないから貴重ってことになっているし。ええ、もちろんアファシスはレアなだけじゃなく大切なパートナーでもあるんだけど、今アファシスがエネミーとして登場していることが不思議なのよね。へえ、さすがツェリスカというか、なんというか設定をよく知ってるんだな。公式サイトに書いてあるわよ。調べたらすぐにわかることだわ。キリト君、ちゃんと読んでないんでしょ。イベントの告知サイトにも書いてあったよ。とにかくだ、エネミーとして登場しているアファシスが何かのイベントの伏線だってことは十分にあり得る。私たちが見たレイちゃんに似たアファシスもそれに関係してるのかもね。エネミーアファシスの話はまだ噂止まりだ。今のところ他のプレイヤーよりもリードしてるはず。これを逃す手はないな。早速ゲーマーの血がうずいてるみたいね。こうなったキリト君は止められないからね。よし、早速情報収集だ。二手に分かれよう。そっちの方が効率がいい。私たち三人はさっきの探索でパーティーを組んだままだから。じゃあ私たちはあんたとセリスカさん、それにレイちゃんだ。私は新しい情報がないかもう少し調査をしてみます。よし、後で情報交換しよう。新イベントか。レイちゃんにも関係するイベントみたいだし、この事件私たちの手で解決するわよ。なぜ今。チェリスコさん。ああ、いや、ごめんなさい、ちょっと気にかかることがあって。クレハちゃん、先に調査を進めててもらえる？私少しよ。あ、はい。もし人手が足りないようなら、イツキも誘ったらどう？彼、顔だけ。イツキさんのことそんな風に言うの、セリスカさん。そう？無駄に付き合いが長いからかしらね。じゃ、また何かあったら連絡するわ。セリスカさんの用事って何かな？ま、私たちが考えても仕方ないか。ひとまずアルファルドに行ってみよっか。イツキさんを誘いに。へえ、アファシス関連の新イベントか。それは興味深いね。
僕を頼ってきてくれたことは嬉しいけれど、あいに、そうだな。こういう時は少し待っててくれ。誰にメールしたのです？アルファルドのメンバーにね。うん。え、早っ、もうですか？僕が言うのもなんだけど、うちは優秀なメンバーが多いからね。忘却の神殿のあたりに怪しい NPC が出るという話を、メン、行ってみる？乗りかかって。頑張るよ。そうかな。行かせてもらいます。準備は整いました。エネミーを発見。クリティカルです。やりよ、やりよ。応援してますよ。最高です。アファス助けます。一つのミスが大きなミスに。エネミーを発見。攻撃が集中しています。倒しました。弱ってるわよ。今がチャンス。弱者を沈みました。追加ダメージだ。回復します。しないと。すごいすごい、最高です。応援しますよ。すごいので。アファシス、助かったよ。やるわね、プレハ。嬉しいので。応援しますよ。ブレイズよ、温めかけて。ダウ、急ごう。いいかな。これで全部かい。この戦闘は今後の課題にしましょう。準備は整いました。遅いです。助かったよ。姉さん、助かるわ。僕の方へ。ふっ、やっ、ふっ、よっ、ふっ、やっ、ふっ。エネミーを発見。ふっ、やっ、ふっ、よっ。クリティカルです。ふっ、やっ、もうお願いします。はっ。すごいので。アファシス、感謝を。なかなかいい相手ね。おめでとう。クリティカルです。素晴らしい結果です。やっ、よっ。敵がいます。アファシス、助かって。ダウンしたわ。終わらせるわよ。やりましたね。すごいすごい。クリティカルです。最高です。ありがとう。最高です。ダウンです。すごい、すごい。弱ってるよ。やるじゃないか。リベンジしてます。クリティカルです。持っていきましょう。どうして、やられた。こんなところで。応援してますよ。姉さん、助かるわ。応援してますよ。アファシス、感謝をさせてもらいます。これで トレジャーボックスだよ。敵がいます。逃がさない。
初めまして。もしかして君もニュービー？よかったら一緒に探索しないかい？ みんなで力を合わせればどんな強敵にだって立ち向かえる。 仲間と力を合わせてボスを倒すと最高の気分になるんだ。 会話が全然噛み合わないのです。 これ多分NPC よね。 例のエネミーアファシス、 フィールドにNPC が出現する。 でもなんでレイちゃんじゃなくて私にそっくりなの？ 僕は強くなって君のみんなの役に立ってみせるよ。 これはつまりアファシスが私たちをコピーしてるってことよね。 コピーした上で私ももっともっと強くなる。 それにしても自分を客観的に見るの。 違う、あれは僕なんかじゃない。 え、そうなのですか？ ソード系はエネミーに近づかないといけないから私には難しいかも。 ソード系が苦手？ それにあの装備。 この世界で一番大事なのは 仲間を信頼するってことじゃないかな。 いつきさん？ なんでもない。 それよりほら、 向こうは戦闘態勢。 ああ、マスター準備してください。 戦闘開始です。 敵がいます。 本当だ、これで。 準備は整いました。 まだだ。君たちってすごく強いんだね。よし、もう少し修行して出直してく。待て、 逃げるな！ なんてことだ。 やりにくいエネミーだった。 なぜやりにくかったのです？ 言ってることや装備が昔の自分と似てて自分自身と戦ってるみたいで。へえ、僕は全然似ていなかったけど。いつき、どうしたのですか？ 何か気になることがあったのですか？ 別に何も、とにかく
あのアファシスを殺さないと。外見だけは僕に似てるし、急いで追いかけよう。一刻も早く、あれを消し去る。これで準備が整いました。感謝を。すごいよ。すごいのでいって攻撃が集中しています。これでダウン。攻撃を最高です。いきますよ。アファシス感謝を。ヘイトの分散をお願いできますか。どこだ。今のうちに倒しました。素晴らしい結果です。素晴らしいです。アファシス力になれてよかった。次に行きましょう。見てください。やった。それじゃ持つよ。手応えありです。この調子で行きましょう。すごいすごい。クリティカルです。素晴らしい結果です。最高です。いいね。一気ありがとうございます。素晴らしい結果です。エネミーを発見。アファシス感謝を。手応えありです。ダン急ごう。行かせてもらいます。終わって見えますよ。やるよ。どうしましょう。ネームドエネミーです。体勢を整えて。素晴らしいです。任せて。エネミーを発見。攻撃が集中しています。やめてね。誰だ。すごいすごい。一気助けます。クリティカルです。ダウンです。チャンスなのです。すごいじゃない。ありがとうです。ダウンです。チャンスなのです。クリティカルです。どうぞやらでしたかね。準備は整いました。はあ。はっ。敵がいます。ヘイトの分散をお願いできました。投げるわ。見て。はっ。
追加ダメージだ。弱くね。今がチャンス。やるじゃないか。やめ。やっと合流できたわ。ゼリスカさん。君か。悪いけど今は忙しいんだ。あらあら、いつにも増してご機嫌斜めみたいね。一体何があったのかしら。君には関係のないことだ。さっき例のアファシスらしいエネミーを見つけたんです。あら、思っていたより早く見つけられたのね。イツキがメールを出したら、スコードランの人がすぐに情報を教えてくれたのです。へえ、あなたのスコードランも無駄に大きいだけじゃないのね。それで、噂のエネミーアファシスはどうだったの。その、なんと言いますか、エネミーはイツキとクレハにそっくりだったのです。私もイツキさんもエネミーとアバターの見た目がすごく似てたんです。特に私にそっくりなアファシスは言ってることや使ってる武器も昔の私そっくりで。昔のプレイヤーのコピーを登場させるなんてえらく手の込んだイベントのようね。イツキ、あなたはどうだったの。僕の方は全く似てなかった。似てるのは外見だけだったよ。あら、そうなの。クレハちゃんとはパターンが違うのね。不思議なこともあるものだな。もういいかな。僕に似た外見のアファシスの方は取り逃がして早く倒してしまいたいんだ。そんなに焦らないでちょうだい。クレハちゃんの話をもう少し詳しく聞きたいもの。クレハちゃん、私の協力者にも情報を教えてもらえるかしら。協力者。え、さっき調査を頼んだのよ。すぐ呼ぶわね。そのあたりにいるはずだから。よう、俺が来たからには100人力だぜ。張り切りすぎよ、ダイン。例のアファスに情報が入ったって本当？ダインに聞かせても何かの役に立つとは思えないが。この方たちですか。クレハ、お知り合いなのですか。知り合いというか、私が一方的に知ってるだけというか。みんな BOB、 つまり GGO 最大の大会で活躍してる人たちよ。私たち昔馴染なの。他のコアなプレイヤーにも顔が利くから調査を手伝ってもらえればって。公式アナウンス前のイベントなんて他のプレイヤーを出し抜くチャンスだしな。見逃すわけねえぜ。なあ、闇風。別に誰かを出し抜くことに興味はない。自身の強化につながればそれで十分。なんでカッコつけてんだよ。出し抜くとか強化とかはつまらないな。こんなにジョーリーな子たちに出会えたのに。マスケピア X はあなたを可愛いって言ってるのよ。普通に可愛いって嫌いだろ。こっちの方がより私の心を的確に表現してくれるの。そろそろ本題に入りたいんだ。そうだったな。クレハだったか。説明を頼む。エネミーアファシスらしい2体は見た目がすごく私たちにそっくりで。プレイヤーをコピーしたアファシスね。クレハちゃんの話を聞く限り、例のアファシスたちは特定のプレイヤーの過去を再現している。しかし、そもそもプレイヤーの過去のコピーなんてできるものなのか。多分可能よ。
システム側でログを参照すれば元のデータがある分完全オリジナルのタイプ X よりよっぽど簡単なはず。過去データの再現か。面白いけどちょっといろいろ問題ありそうじゃない？そうね、問題は山積しているわ。それに、セリスコさん、あ、全部ぶっ飛ばしてやるわ。ストレス発散よ。こうして自分のセリフを聞かされるのはちょっと来るものがあるわね。ただこれで確信したわ。あの言動にあの装備、あれは間違いなく過去の私ね。じゃあやっぱりさっきのイツキもクレハも過去のコピーだったのでしょうか？だから僕の言動は全然似てなかったって言ってるだろ。似た要素があったとしてもただの偶然だ。さすがにそれは苦しいんじゃないかしら。何が苦しいの？おいおい、イツキよ、そうムキになんなって。確かに気分は良くねえだろうが、現に目の前にコピー。確かにあの装備は昔のゼリスカと同じだな。特に荒れていた時あのストレス発散よは覚えてる。しょっちゅう言ってた。先手必勝よ。まずい。知性は波の NPC レベルみたいね。おい、ゼリスカ、何ぼーっとしてるんだ。問題ないわ、この距離なら。調子しすべし。あの頃のステータス相手なら負ける気はしないわ。ファンタスティック。さすがセリスカさんありがとう。ただ私のコピーとはいえ、アファシスを打つのはやっぱりコピー。優先度はそっちが上か。当たり前よ、だってアファシスなのよ。そう、どうかしましたか？あ、もしあれがアファシスだとしたらやっぱり気になるところがあって。おい、お前ら、あれを見ろ。あれは闇風？闇風のコピー？過去の姿とはいえ、そうそう自分のデータを晒すわけにはいかないな。ではみな。おい、待てよ、二人とも。俺にもやらせろ。それじゃあ私も一度戻るわね。あれ、セリスカさん帰っちゃうんですか？ええ、エネミーアファシスが過去のキャラクターをコピーしているという情報は得られたで、デイジーちゃんも待たせてるしね。みんなはイツキのコピー探しに付き合うのよね。早く見つかるといいわね。だからあれは僕じゃないと。イツキ？ねえ、な、ま、幸運を祈るわ。じゃあね。行こうか。随分時間は無駄。本気を出そうか。準備は整いました。決めます。敵がいます。すごいすごい。フェイトの分散をお願いできますか？アファシス、感謝を。攻撃が集中しています。最高です。攻撃が集中しています。弱ってないの。グレナード、投擲。攻撃が集中しています。逃がさない。すごいすごい。アファシス、感謝を。していきましょう。素晴らしい結果です。やりやり倒しました。ドクター、今のうちに。弱ってないよ、今がチャンス。いいね、嬉しいのです。
さえありです。デバフがかかってます。弱ってます。今がチャンス。素晴らしい結果です。もっとやれますよ。これで終わりですか。はぁ、敵がいます。これで ジャーボックスだよ。ヘイトの分散をお願いできますか。やった、やりましたね。ヘイトの分散をお願いできますか。無茶をしすぎました。応援を今から試してください。アファシス感謝を。アファシス感謝を。弱ってます。今がチャンス。今がチャンス。グレネード行くわ。グレネード。アファシス、助かったよ。アファシス、感謝を。行かせてもらいます。決めます。ありがとうございます。敵がいます。攻撃が集中しています。いいじゃない。ヘイトの分散をお願いできますか。攻撃が集中しています。ポイズンです。最高です。ありがとう。やるよ。応援してますよ。弱ってないよ。今がチャンス。いいね。感謝を。応援してますよ。アファシス感謝を。すごいじゃない。ありがとうです。素晴らしい結果です。させてもらいます。これで状態です。クリティカルです。素晴らしいです。ありがとう。ブレーキを叩きかけて。
状態です。素晴らしいです。嬉しい。アファシス、感謝を。姉さん、助かるわ。本気を出そうか。応援してますよ。本気を出そうか。アファシス、助かったよ。やるわね。クレハ、ありがとうです。遅いです。行かせてもらいます。GGO のプレイヤー同士、思いっきり楽しもう。いました。イツキのコピー、じゃない、イツキの顔だけコピーです。今度こそ仕留めてやる。ああ、あれは昔の僕だよ。GGO を始めたばかりだ。まだ何も知らなかった頃の僕さ。みんなといれば何でもできる。あの滑稽な自分をもう思い出したくなかった。さあ、一緒に楽しもう。さて、ご希望通り白状したよ。あとはあれを始末するだけだ。準備は整いました。敵がいます。遅いです。行かせてもらいます。グレネードでやるよ。レアアイテムですね。おめでとう。でも、また仲間と一緒に。最後までヘドの出るようなセリフだったな。あの、確かに昔の自分ってちょっと恥ずかしいですけど、コピーのイツキさん、そんなに嫌うことは。悪いけど、あれは今の僕とは違う。僕はあの頃の自分を捨てた。変わってないのです。イツキは今も楽しそうだし、それにスコードロのすごい仲間もいるのです。確かに今も楽しんではいる。それは否定しないよ。でもスコードロのメンバーは仲間じゃない。そういうものとは違う。じゃあキリトや私やクレハはどうでしょう。そうですわ。私たち、イツキさんのことを仲間だって思ってます。お気遣いいただきどうも。二人とも優しいんだ。そこで黙っていないで、二人を落ち着かせてくれないか。君は冗談だろな。イツキ、マスターは冗談でそんなこと言いません。あ、そうだね。君ともっと早くに出会っていたらな。お？あれ、どこに行くのですか？
一度戻るよ。目的は果たしたしね。それに少し一人になりたいんだ。じゃあね、また誘ってくれると嬉しいよ。行っちゃいました。私たちも帰りましょうか。今日の情報をキリトさんたちにも話さないと。私もレベルアップし、レベルアップです。まだまだ、もっと上を目指さないとね。成果はどうだった？では報告しますよ。聞いて驚いてください。というわけなのです。驚いたな。そっちもそこまで掴んでたのか。ふふん、あれ、そっちも？こっちでも現れたエネミーアファシスが有名プレイヤーとそっくりだってことにシノンが気づいてくれたんだ。でもプレイヤーデータを参照して作られたコピーが敵として出てくるイベントなんてちょっと危ないんじゃないかな。クレハは自分のコピーと会ったのよね。私だったらあまりいい気分がしないかも。そうだね。運営からも何の連絡もなかったし。下手をすると武器や戦闘の癖も見られちゃうわけよね。私なら自分のコピーなんて絶対に人に見せたくないもん。そうだな。 GGO でやるには冒険しすぎなイベントかも。エネミーアファシスの出現条件も結局はよくわからなかったね。でもでも今日見たコピーさんたちはみんな楽しんでるように見えたのです。ちょっと何言ってくれちゃってるのよ。今のクレハも十分可愛いと思うけど。もうアスナまで。ああ、もう私ばっかり不公平だわ。セリスコさんや月さん、それに闇風さんのコピーもいたんだし、あんたのコピーも出てくればよかった。クレハ、セリスコ、闇風、月、ユイ、セリスカにはランキング上位に入った記録はあるか？セリスカさんにそういった記録はありません。その他も何か公の記録が残っているという。スコードロンが同じだったということもない。共通の武器かスキル、あ、いや、それももしかしてプレイヤー歴かな。全員 GGO を長くやっているプレイヤーばかりだもの。なるほど、それならわかる。コピーの条件は過去の戦闘データがそれなりにあるプレイヤーってことか。残念ね、クレハ。リーダーのコピーが登場することはしばらくなさそうよ。そんな。あ、でもシノンも安心だね。そうね、条件が分かったから少しホッとしたわ。他のプレイヤーにバレたら嫌なこと。俺もダメか。ちょっと残念だな。せっかくだから自分のコピーと戦ってみたかったよ。言うと思った。あの、マスター、何か忘れてるような気がするんです。何？どんなこと？前にここで話したような。それってレイちゃんのそっくりさんがいるかもって話のことじゃない？ああ、そうです。そうですよ、マスター。そういえばそもそもの話はそこからだったな。エネミーアファシスたちのせいですっかり忘れてました。すまん、俺も忘れてた。私もごめん、自分のコピーのインパクトで完全に飛んでっちゃってた。大丈夫です。
私も忘れてたからお愛子なのですよ。でもよく思い出したぞアファシス。もしかしたらそれもイベントに関係してるかもしれない。そうね、プレイヤーをコピーするアファシスとレイちゃんによく似たアファシス、何か関係がありそうな感じはするわね。キーになってるのがアファシスなのは間違いなさそうだけど、いや、そもそもなんでアファシスの姿を真似たんだ。何かレイちゃんの姿でなければできないことがあるとか。みんな大変よ。ゼリスコ、そんな慌ててどうかしたのですか。まずいことになってるの。まずいこと？キリト君やアスナちゃんをコピーしたエネミーアファシスがフィールドで大暴れしてるのよ。And with that, I thank you for watching DLC 1, Ambush of the Imposters, soon to be DLC 2, Betrayal of Comrades. I'd like to thank you for watching, like, subscribe. Whenever DLC 2 appears, I will do a playthrough of that. Thank you. Woot!